はい、お疲れ様です。ボンゴのエンジンが届いたんですが、これフォークリフトなかったんで、これ下ろすのめちゃくちゃ大変で、ドライバーの人と、なんとか軽トラに乗せましたね。基本的に補給類は付属しませんとのことでしたが、インジェクションポンプなんかもついてますね。まあ使えるかはわかんないんで、その辺調べないとあれですが、なんかこういうのも、あ、これはバキュームポンプか。オルタのケツについてるやつですね。オイルクーラーも多分違う。いやー、なかなか大変そうですね。はい、これ四駆なのでエンジン下ろすには結構足回りばらさないとダメっぽいんですよね。これデフも邪魔になるし、なんか軽油漏れてきてますね。どっからだ、噴射ポンプから。気合入れてじっくりやっていきます。車検入ってきたりもしてるんで、合間見てですね。はい、今日はこんなとこで、今日も一日お疲れ様でした。